寒い、すっごい寒い。あんまりないかも。皆さんこんにちは。こんにちは。突然始まりました。突然カメラを回してます。今日はですね、私たちが気になってる場所、旅の湯に一泊でキャンプに行こうかと思って今向かっているところです。はい。で、旅の湯は温泉もついてて、蒸し器、蒸し器っちゅうの、蒸し、いや蒸し器ではない、何、蒸せ、なんか温泉の蒸気を利用した蒸し料理をできる場所が、ね、ああ、そうっていうことで、その蒸せる材料っていうのをあえて今日買ってきてなくって、今現地に着くまでの間に無人の販売所とか道の駅があったらそこで買っていこうと思ってそちらに向かってる最中でございます。無人でお芋が売ってた、100円買っていこうかな。もちもちクリームパン、すっごいふわふわだったからラスト1個だったんで買ってみました。小腹が空いたからちょっと食べたいと思います。ここじゃん。わー、怪しい。ここにないかな、あるんじゃないかな、ないかな、ない、なければちょっと行こうかな、また。うん、買い出しに、うん、買い出しに。ここだ。すごいね、ここ上がっていくの。うん、あ、本当だ、急勾配だ。ございました、旅の湯。あ、いいよ、ほら。あ、本当だ、こんな感じか。うん、おー、すげえ、見てます、すげえ。これは何も売ってなさそうだな。見てみたら、どんな売ってるとこありますか。あそこじゃない、さっきのとこじゃない。こっちだったよね。こっち行って、まっすぐの上り口の両サイド。あ、ここだね。あ、薪なんかもあるんだ。薪は無料ってことはないだろう。うん、ないですよね。人が建てたのここかもね。これ水も出んの。出るんじゃない、多分洗い物なんか。ちょっと見てみる。Never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. ただいまの時刻4時23分。買い出しから帰ってきて、今寝室の設営中です。
私は封筒型の手袋を使います。あったかいよね、うん、俺がそっちでもいいけど。でも私が風がこっちの方がいいか。うん、まあそれでよければ。こっちもいいよ。うん、ちっちゃい方が通るからね。通るよ。このぐらいでいい？またいっぱいしとく？うん、またしとこいっぱい。多分美味しいと思うから。食べきれなかったら持って帰ればいいんだよね。そうそう。長芋、芋ばっかりになっちゃったけど。あと卵とね。ああ、そうだね。うん、あ、ほんとだ。あ、このでも匂い嗅ぐと温泉入りたくなる。 あ、グツ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 いってんじゃん。うわ、すごい。あ、これエア抜きかな。いや、ここはわかんないけど、グツグツいってる。うわ、すごい。あ、こっちで一回持って洗おうかな。あ、ほんとだね。うわあったかい。すでにあったかいし、無糖ハップの匂いがする。たまらんなあ。あ、これ硫黄成分だよね。この下にあるの。だと思う。ちょっと欲張りすぎたんでない？頑張りましょう、これで。ああ、いいね。何の卵？地卵。もう全部するじゃん。ここしか入ってないけど。じゃあ、うん、じゃあ4個。微妙に。微妙な4個。怖っ。皮手配。待って、その前に、ここに、あれが、タオルがある。その前に中入ってるか、一旦見てみたら。うん、そうだね。これどうやってするの？蓋を。真ん中は。あ、入ってる、入ってる。ね、すごい。美味しそう。他の人が美味しそう。みんなすごい、こんな風にすんのね。うん、あ、こっち開いてる。あ、開いてるね。うん。こっちに入れようか。うん。もう先に開けとけばいいかもね。ああ、なるほどね。こんな感じね。入れます。お、熱い熱い。熱い。うん。熱い。熱い。すごい熱いよ。あ、本当だ。すっごい熱い。めちゃくちゃ熱いじゃん。すごいね。あっちの方が。いいかな。角？うん。これは気をつけないと危ない。うん、やけどするね。うん。これでいいかな。うんうん。はい、これね。OK。じゃあ、ただいまの時刻。4時44分。汚くなった。はい。大体1時間ぐらいなのかな。そうね。普通の虫の感覚で言えば1時間ぐらいあればだよね。できるのかもね。うん、もう気分は飲んでもいいんだけど。聞きませんね。調子が来た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 。突き出した？うん、あ、突き出した突き出した。多い？うん、2号じゃちょっと多いかな。1.5 1でもいいの？1でどうなの？何倍分？何倍分なんだろうね。余ったら焼き芋にギリするでしょ。うん、じゃあ 1.5 ね。うん、うお、びっくりした。何が？お、そこに来たのかな。
なんか美味しいものもらえると思ってんのかな。うん、そうかもね。1.5。よし。なんか半額続きで申し訳ないんですけど、今回も半額商品ありました。ありがとうございます。だって900いくらがだよ。もう1000円近くのものが500円で買えるって言ったら、もうそれ半額でいいでしょ。そして来る時に道の駅に寄ったら、この鶏刺しがあったので鶏刺しも買ってきました。あ、鶏刺し買ったの？買ったよ。結局なんで？いや、買ってないかと思った。買いました。へえ。みかん食べる？だってもう切ったのが美味しそうだな。よいしょ。あ、怖っ。だいぶ冷えるかもね。冷えると思う。今の時点でもうすごい寒いもんな。10度切ってるか。10度まだ切ってないか。切ってないかも。でも明日の朝がさ、予報では11度ぐらいじゃなかった。あ、だった、うん、あ、だとこっちはまだ消えるね。うん、まだ消えると思う。10度切るかもね。やっちゃいますか。やっちゃいましょう。あったかい。本当にあったかい。もう今飛ばないよね。もういや、たまに飛ぶよ。そう。すっごいあったかい。もう手が本当にかじかんできだした。お、危ない。めっちゃでもジュージュー言うかも。おいしそう。お、トングを忘れたのがちょっと。いつも洗ったらキャンプ用はキャンプ用で分けるんだけど、忘れちまったんですよ。忘れちまったよ。そう、落ちたの吹いてんの。3秒ルールですよ。3秒ルールダメか。ちょっとだけ予報に使ってね。うん、そうそう。食べる分だけ焼いていって。うん。
ただきます。あれ、ご飯。あ、出た。忘れてた。はい。オッケー。サンキュー。どう？いい感じじゃない？うん。バーイ。お茶だもん。おいしい。本当においしい。おお、いいねいいね。最高。100点。ちっちゃ。ね。うん。おいしい。ちょうどいい火加減と火が落ち着くタイミングとすごく近いよね、うん、そんなに強くしなくていいよ、うん、あんまり強くするとまた息なくなる、うん、じゃあ、一升瓶で失礼します。こちらもらい物なんですけど、この熟士っていう焼酎をいただいたんですよ。八千代伝の中の熟士。あ、そうだね、うん、家でも数回まあ飲んでるんですけど、今日はまだ残ってるのでこちらを持ってきました。私焼酎苦手なんですよ。で、飲めなかったんですけど、この八千代伝の熟士は大丈夫です。飲みやすい、飲みやすい、父が八千代伝が飲みやすい、うん、そうだね、うん、なのでちょっと焼酎挑戦したいなとか、飲めないんだよね、臭いんだよねっていう人たちはこの八千代伝から始めてもいいかもです。で、私まあ結構飲んでるよね、これだとね、うんうん、ロックでね、うん、ロックが美味しいです。最初はあれを炭酸水で割ってたんですけど、ちょっと炭酸水も入れたんだけど、やっぱ氷と入れるもんだから結構薄くなるんですよ。だからもうロックでいただきます。いただいてください。ありがとうございます。はい、はあ、嬉しい嬉しいや、あ、うまっ。早く食べないと。だから嬉しい。うん、ほんと今食べ頃、うん、うん、から冷えてる。お風呂入ってくればいいじゃん。お風呂入ってくれば俺ここで待ってるから。ちょっと待って。いや、マジで寒い、ほんとに寒い。お風呂入る場所ある？さっき案内受けました。うん、入ってこんね。ああ、すごい寒い。あ、焚き火があるから。湯たんぽ持ってきたの？あ、湯たんぽもね、考えよな。ああ、いや、よかったのに湯たんぽ考えてたのにな。いや、湯たんぽは考えんわ。真冬じゃないから。真冬並みだよ、山の上は。寒い、マジで寒い。やば、火力を上げるとパンパン弾くもんね。久々にファイヤーメイプルを使ってみますか。うん、うん、くそ。匂いがする？するよ、匂いがつけてあるの。あ、そうなんだ。だよ、わかるように、うん、すごい。いいですか。はい。あ、ほんと久々だね、それね、うん、ちょっとしばらく LED はお休み。今何度かな。いや、10度切ってると思う。切ってるよね、うん、寒い。これ入れますよ。はい、
それは何なの？これ、この魔法の粉。うん。焚き火を楽しむための。はい。いいよ。いい。うん。豆乳。おお、おすごい。なるほどね。ああ、なるほど、なるほど。ああ、ほんとだ。面白いね、すごい。あ、これもう一個買っとこう。子供がいるときしたかったな。そうだね。うん。これでも、カメラじゃ分かりにくいかも。すごいね。30分ぐらい燃えるんだって。ああ、そうなの、うん。そんな長く燃えるんだ。うん、寒い。手がやばい。お風呂入ってくれいいやん、ね。手触ってちょっと。手触って。どう？まあまあ冷たい。冷たいでしょ。すっごい寒いの今。本当に寒い。マジで寒い。はい。お風呂気持ちよかった。めっちゃ気持ちよかった。本当によかったね。あの内風呂は大浴場があるじゃん、うん、内風呂の、うん、これはもう41度か2度ぐらいの自分たちがいつも家で入るぐらいの温度だったの。でも、ね、ちょっとぬるかったでしょ多分1度ぐらい、ね、うん、そうね41ぐらいだったかな、うん、うちらがいつも42から3じゃん、うん、ちょっとぬるいなと思ったもん、うん、で露天はまだぬるかった。ああ38ぐらいだったかも。ああ、なるほどね。だけどすっごい気持ちよかったでした、うん、まあ温度が低い分長く楽しめるっていうのはあるね。そうそうそう、うん、で若干泉質がちょっとぬるぬるした感じだったね。すべすべなる感じ、うん、硫黄の匂いがして、なんか最近の、うん、温泉じゃなくて昔ながらの温泉って感じ。ああ、そうね、うん、すごい雰囲気のいい温泉でした、うん、サウナに入りたかったんだけど今回はもう私ちょっとお酒を飲んでたのでサウナは控えました。無糖ハップの匂いがしてたよ。でも本当気持ちよかった。やっぱ女性の人は今結構入る人が多くて、うん、今何時？入れ替わりと光り8時9時、うん、9時ぐらい。いやもう10時21時50分9時50分だから寝る前にお風呂入ってそうそうそうすっきりして寝ようか、うん、寝ようかっていう感じで、うん、でも気持ちよかった。てかあの夕方入れた芋を見に行こうよ。うん、ほんとだね。もうそのままだもんね、うん、かれこれ何時間？4時間ぐらい？4時間ぐらい入れてるよなんかちょっとしたホラー映画みたいになってるね。なんかこういうホラー映画あったもんね。どんな、わかんない。あ、何？手持ちビデオのホラー映画着きました。こっちだったよね。うん、開けるよ。あ、さあさあさあ、なんかいい色になってる。すごい、めっちゃ蒸されてる。熱っ、めっちゃ熱い。どこも、いや、これ取れない。熱いかも。ここが熱い。ちょっとあっちっていう。あ、そうなんだ、うん、熱いよ、本当に熱いんだよ。マジで熱いから気をつけて。一瞬だから熱さ。いい、うん、一瞬で撮るよ、うん、今だ。熱くなかった？大丈夫。うわすごい、見て、じゃがいもめちゃくちゃうまそう。ホクホクじゃん。すごくね、ホクホク。わ、蜜が出てる。ちょっとわ、ほんとだ。あ、ちょっとあれだ。わー、すげーすげーすげー。こもったこもった。うわ、すごいね。あ、4時間も空蒸さられればね。うん、蒸さられる。蒸さられる。じゃあ、はい、おさらばしよう。はい、ここ閉めて。うん、閉めてね。お風呂上がりの。蒸したものと一緒に食べる。じゃあ、蒸したものと一緒に飲む焼酎は美味しいかも。美味しいよ。よし、じゃあ、いただきましょうか。いただきます。夜の、何食べる？夜のおつもり。これ、芋。私これはたくさんは食べれないから、うん、多分1個なのよ食べれても。今私はね、とりあえずこれちょっと細長いの食べてみようかな。めっちゃ卵と迷って。お、見せて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 。わっ、すごい。これ絶対うまい。なんか入れるのないわけ。何を入れる？これ皮うずらし
塩とか塩だけでいいかも。あるよ、あるよ、塩、塩だけでいいと思う。皮が、皮が、わあすごい、皮がトゥルンってむける、皮がトゥルンってむける。わあ本当だ、すごいね。食べて食べて、あやばい、これはやばいよ、お菓子だ甘いお菓子むすってすごいね、うん、本当のふかしもすごい美味しい。4時間むすとすごい。4時間4時間約4時間約ほぼ4時間、うん、すごい。あ卵半熟でちょうどいいかも ね、 いや、もう確実にもうこれいってる、うん、半熟じゃないよこれは、うん、あすっごい甘いね。食べる、うん、食べれば細いからちょうどいいんじゃん。なんまったもんごんじゃなくて、それ誰の真似、けんなおこうん、熱い、ほんとだ、ほんとに熱いからねこれ、うん、うわすごい、あすごい、でも殻が剥きやすい。うわあ、ちょっと色変わってるやっぱり。あ、ほんとだ、すごい、なんか茶色くなってる、うんうんうん。じゃあちょっと卵割ってみますね。半熟、あ、もう完全にだね。だこんな感じ。こっち黄身がない方がいい、はい、塩をまぶしてみよう。あ、匂いもちょっと温泉なんで蒸気の匂いがする、うん、本当だね、蒸気の匂いだ、うん、あ、もう味が違うね、うん、ちょっと風味がついてる、うん、じゃがいも食べない。でもいいね、この蒸されるの。あ、すごい、すごい、すごい、トゥルントゥルンだよ、トゥルンだよ、トゥルン、ほら、うわ、すごい、トゥルン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 、トゥルントゥルンだよ、トゥルントゥルンだよ、ほんとこんな綺麗なじゃがいも見たことある？ないね、もう表現がトゥルントゥルンしかないもん、ね、うん、もうザ・ポテト、うん、どう？うん、うん、これもちょっとあれがついてるかな、いろんな匂いがついてる。あ、でもすっごいマイルドだよ。へー、すっごいマイルド。あ、おいしい、おいしい、ちょっと食べてんか、ちょっとかじってん。あ、すごいよね、あのもう、もう、なんちゅうのかな、あの、なんて言うんだろうな、わかる、形をした、ま、もうこの固形のポテトサラダ、うん、そう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 、固形のポテトサラダだよね、そういうこと、わかったかな、わ、うん、かるかな、もう噛む必要がない、うん、うん、今の表現がうまいよ、うん、難しいよね、この表現をするのは難しいけど、うん、本当固形のポテトサラダ熊本 の、 あのキャンプ場も結構いいとこあって、温泉付きのさ、うん、でもかなり大分寄りなわけよ、うん、でそこの近くにあの俺が行きたいって言ったボイボイキャンプ場もあるの。ああそうなんだ、九州のふもとっぱらって言われてる場所。ああそうなんだ、うん、めちゃくちゃ広いところ。今もう23時48分です、はい、はい。温泉にも入って気持ちが良かったです。ちょっと酔っ払ってるでしょ。でもそんな普通だけど私。あ、そう。ていうかだいぶ寒くなってきたんで、もう寝ようと思います。はい、それではまた明日、おやすみなさい。おやすみなさい。寒いよね。寒い。You